はい、どうも、こみです。さて、本日はこちら、つむぎ組さんからですね、動画をお届けしていきたいというふうに思っております。明けましておめでとうございますって、そういえば私言ってなかったかもしれないですね。この新年からですね、ちょっと、タウンホール11、12を、撮影するクランさんを、GS さんの活動休止がありましたんで、つむぎ組さんにお願いしてですね、アカウントを化させてもらっております。で、タウンホール11、12、まあ、これからですね、どの週のアタックいっぱい、ご覧いただけるように、配信やっていきたいというふうに思っておりますので、まあ、これからもですね、ぜひそちらの、タウンホール隊を、メインでやってらっしゃる方も、まあ、サブアガで持ってらっしゃる方も、ご覧いただければ本当に嬉しいなというところでございます。まあ、改めて、新年明けましておめでとうございますというところと、つむぎ組さん、これからどうぞよろしくお願いいたします。で、本日はですね、早速、1本目ということで、タウンホール11でですね、ちょっとぜひ見てほしいものがありまして、これなんですけども、まあ、やってる方は結構多いとは思うんですが、天才ドラゴン、これね、タウンホール11以下のタウンホール帯で、もう特権とも言えるべき、もう、とんでもない破壊力を叩き出す戦術になっています。で、まあ、それをですね、今日は合計3本見てもらいながら、あとタウンホール12のアタックっていうのも、ちょっとね、それに比較してちょっと見てほしいというふうに思ってるんですが、まあ、まずはこれですね。イーグルがこうど真ん中にあって、それを壊させないように、こんな風にね、エアスイーパーが置いてあるような、こんな配置なんですけども、すごく攻めにくそうにパッと見えると思うんですね。なんですけど、これクエイクで今対空砲3本と、そこに隣接するアチャ塔を壊していきました。で、ヒーローパートですね、これキング、クイーンで残った対空砲1本、これを折っていきます。で、あとはですね、ドラゴンとボマーで、ガツンと落としていくんですけども、この、攻め方っていうのが、とにかく、タウンホール11ではとんでもない破壊力なんですね。キングとクイーンがまずこれ対空砲を、4本目を折ってくれて、アーチャークイーンは、そのまま、マルチインフェルノのところに向かっていってますね。これを折るというところです。援軍をするギリギリのところで、キングが相手のクイーンを落とされたんですけども、まあ、これはこれで逆に良かったかもしれないな、というところで、ドラゴン部隊に幅広く面を出してこう押していっているのがわかると思いますね。こんな風に。で、序盤、相手の防衛軍、エアーチャークイーンと当たるところでクロークを、トームを使っていきます。で、この攻め方のポイントっていうのは、ヒーローパートを、カットに使っている、そのもう逆側から、ここ、ロックボマーを当てていくんですね、こいつ。で、このボマーの働きがすごくて、真ん中を走っているドラゴンたちっていうのが、しっかりこう、中央突破をしていくためのカットをするんですが、見てください、このボマーの仕事、まだまだ活躍しますよね、これ。で、最終的にはこのクロスボーンのところら辺でドラゴンと合流していくという形になるんですけども、ボマーが、サイドをカットしてくれてるおかげで、ドラゴンたちがもうこの、二次方面流れていってますけど、全然こいつら、ダメージ受けずに、なんだ、ストレージを破壊してるに過ぎないというところで、最後までこのボマーの仕事がとんでもないんですね。こんな感じ。これが、今ですね、タウンホール11で、まあ、それ以下のタウンホール帯10も使えるかな。で、猛威を振るっている天才ドラゴンですね。とりあえずこれさえ覚えておけば、まあ、ある程度の村は見れるんじゃないかなっていうような感じがします。今回の、その、ライトさんの攻めも、完全にこれサイドカットってそんなに言うほどやってなかったと思うんですよね。で、これぜひ見てほしいというふうに思うんですが、これよいしょ。もう一回この画面に行ってみて。壊したのって、これ天才で壊しましたよね。で、ここも壊しましたと。で、あとこっち、あ、ここか、を壊しまして、で、キング、クイーンを、こっち側からこう入れていきますよね。ゴーンとこういう風に。で、この辺をカットしていくと。こんな風にカットしていく。勝負だからカットできたのって、この辺だけなんですね。この辺だけ。で、ドラゴンたちをここからドンって出したら、普通はこうそれまくっちゃって、まあ、わけのわからない形になってしまうと思いがちなんですけども、ここから、ボマーを入れていく。っていうこいつですね。こいつをぐーんとこっちにこう当てていくことによって、このボマーがマルチインフェルノがここにあった場合っていうのは別に怖くはない、対空砲もないということで、無双してこの二次方面をガーッと削っていくんですね。こういう風にガン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 。で、そうすることによってドラゴンたちが全然ダメージ受けずに、まっすぐ進行していくと。これクロスボウも全部これ対空になってるんですけども、全く、恐るるに足らずというドラゴンの、まあ、体力の残りっぷりでしたね。これからもう2本ですね、この、天才ドラゴン見てもらいますが、多分こればっかりやってると本当にタウンホール11がつまんなくなっちゃうんじゃないかなっていう風に思うぐらいめちゃくちゃ破壊力がすごいです。で、岩さんのこのアタックですね。同じような感じで真ん中にこう、イーグル砲があるんですけども、クエイク1発と、ライトニング2発で対空砲を追っていくと
という感じになります。で今回はそれを2セット持ってるんで、対空砲を2本ですね、この天才パートで折っていくというような形になってきます。で、これですね、うまい誘導してますね、これすごく。相手の、このウィストのところにね、アーチャークイーンがたけてくれているので、これで、あ、でも入っていかないか。キングでこの対空砲をフィストを使って折っちゃうっていう感じでしょうかね。対空砲、上の方にあった2本をライトニングクエイクでこんな感じで折っていきます。この時になるべくこう、今のグランドウォーデンゾーもそうなんですけども、周りのまあ高火力の対空防衛にダメージ入れるというのも結構重要です。で今回のケースっていうのは、こちらからドラゴンをこうドバッと出していくんですけども、上方面ここ、クイーンでカットをしていますが、このクイーンでカットできないこういうところですね、こういうところ、ここにボマーがこう向かっていくんですね。それがあるのでドラゴンたちが、まあ、こんな風にザッとこんな風に向かっていく、こんな風なルートを描くのかな、こんな風に向かっていくと。で、対空砲でまだね、今、タウンホールのところを最終的な着地点にしていくという感じですね。まぁ、ちょっと多分今回の、このボマーに関しては完全にこれミスになってると思うんですね。おそらくこっちのマルチインフェルノとかの方にボマー行ってほしかったはずなんですが、これが中央のイーグルの方に行っちゃったのは多分誤算だと思います。ただ、それにしても、ドラゴンとボマーのもう仕事量がすごすぎて、全く止まる気配がないと。まあ最終的にはボマーがいい感じにね、このマルチインフェルノの方向かってくれたんで、まあ良かったと思うんですけども、でね、結構数が減っているドラゴンたちですが、グランドウォーデンのこのエナジーサークルの中に入っているおかげで全然やられやしないし、対空砲がないしないし、シングルインフェルノもないので、もうこんな感じでドラゴンとボマーが生き生きと仕事をするというところですね。いや、これタウンホール11でやっぱこれやられちゃったらもうどうしようもないですね。ボマーが見てほしいのはこれ全然やられずに、まだまだ赤ゲージとはいえ、割れずにここまで生き残っちゃってると。中からまだこれから援軍出てきますからね。出てきたのはバルーンだったかな、確かこれは。はい、バルーンですね。こんな風になってしまったら止めようがない。しかもレベルマックスのバルーンがこれから出てくるんで、ここにまあマルチインフェルノやビットが大量にあればまあ話は違うかもしれないけども、わざと1本止めれるわけないし、なんなら耐久砲も1本あっても多分全然問題ないぐらいの、体力の残り具合というかユニットの残り具合ですね。サイドカットというサイドカット、そんなに難しいことをやってないと思うんですよ。今回のアタックも見てみるとこんな感じじゃないですか。ここに関してライトニングでこう壊していって、こんな感じで壊していって、でドラゴンをここから出していく。でドラゴンをこんな風に進めていきますよね。でこっちに関してはヒーローで当てていくんですけども、キングとクイーンで当てていくんですよ。まあ、そんな難しいことしませんよね。中にこう普通にキングをぐーっとここに中に入れていって、アーチャークイーン中に入れるわけでもなく、外をこうね歩いてるんで、別にその壁開けもそんな難しい壁開けもしてるわけでもないし、っていうところですよね。これでだから前回までいけちゃうっていうんだから、本当にやっぱりこの戦術の破壊力がやばいなというところですね。まあもちろんこれを使いこなしているこの住組さんのメンバーっていうのも相当な腕前の方ばかりなんで、実際やってみるとあれそんな風にうまくいかないぞってこともあるかもしれないんですけども、まあそれにしてもやっぱりですね、今回のこのライドさんの2本目、まあこれにしてもそうなんですよ。対空を壊すのにライトニングを使っちゃってるので、まあそんなにサイドカットっていうカットができているわけではないんですね。ばらけてこのライトニングがやっぱり押しますから、こういう風に。でそのばらけた状態の村をもうほんとドラゴンとボマーの個々の能力で押し切っていっちゃうような、まあ、そんな感じの攻め方になってるんですよね。いや、これやられたらマジで止めようがないなっていう感じがします。でも、こういうとこやっぱ上手いですね。タウンホールを起点にして、チェーンをガンガン入れていく。こんな感じですね。このやっぱライドラの乗せ方もうまい。こうすることによってこの辺全部ね、施設をカットしていく。で、そうすることによってドラゴンたちが、まあ、少しでもこうね、それないようにカットを入れていく。このベビードラの使い方も本当にうまいですね、ここ。解放しかないので、ベビードラでしっかりとこの辺削って、ドラゴンたちのルートを少しでも作っていくと。やっぱこういう細かいところもしっかりと、やっぱりやってらっしゃるっていうのが、破壊のペース、破壊のペースを、こう、いい感じにね、加速させている要因だとは間違いなく思うんですけども、まあ、それにしても、この状態でどうなのこれっていう感じですよね。本来で言ったら結構カット効いてなくてユニットばらけるだろうと思うんだけど、キングクイーンはこの状態でまだ出しませんね。でここ僕キングクイーンで行くのかなと思ったんですよ。ここだからここボマーですね。ボマーで行きましたね。一発今ホーミング吸いましたけども、ホーミング一発っても体力半分減るか減らないかぐらいなので、もう本当にもうこの程度のダメージだったらボマーにとってはヘノカッパ状態ですね。ヘノカッパって古いかそれにしても、それにしてもですよ、この破壊力やばすぎる。
まあ、こんな感じで安いパーを潰していったら、あとはもうボマーが、コバイセスはないので、中央部にボマーが入っていて、中から多分これドラゴンが入ってるのかな、相手のアーチャークイーンに対してアプローチをしていかなければいけないので、ここで、壊れますけども、ドラゴンが入ってますね。ドラゴンがしっかりと、イーグル砲をバルーンとして落としながら、相手のアーチャークイーンを焼き切っていくという感じですね。で、中心部をえぐったら、あとは、多少ばらけているユニットたちが、うまいことこれは仕事してますね。ここを、キングクイーンでカットしていって、こんな感じカットしていって、ドラゴンたちの集団っていうのが、ぐるっと来て、このままぐるっとこう向かっていくような感じのカットを引かしていってますね。だからボマーを、そのドラゴンたちのルートを作るのに、ボマーを使うっていう発想と、あとキングクイーンを使うっていう発想。この二つを、ボマーチームとキングクイーンチームを使ってどうやってドラゴンたちをなるべくこう誘導していくか、ばらけて、まあ、二つに笑っちゃったりしないかっていう、まあ、そこを考えていくっていうのがおそらく、まあ、この天才をした後のドラゴンパートで意識すべきところかなというふうに思うんですけども、まあ、そこに対するアイデアをね、今回のこの3本のアタックで何かこうね、気づいてもらえたら本当に嬉しかったかなというところなんですが、ちょっともう一本ですね。ね、違うタイプのを見てもらいたいと思います。岩さんのアタックドラゴンですね。やっぱこの二人がすごくうまいなと思いました、ドラゴン。岩さんとあとライドさんですね。で、こちらに関しては、ラバハウンド撃ってから突撃艦の、スパビーズインビジですね。インビジの呪文今回5発持っていってます。中央部ここに入り込んだが最後、もうがっつり、あ、ここか、に入り込んだが最後、がっつりこれで、はい、こんな感じですね。落としてインビジレイジで、チェーンを入れていって、で、イーグル砲だったり、相手のアーチャークイーンだったりを潰していきます。ここ、トレーがあるんですけど、まあ、あんまり意味がないですね。もうこうなってくると。スーパービザーとかガンガン、防衛軍を含めて潰していくので、この破壊力、対空砲も潰して、相手のスーパーガーゴイルも倒していこうという構えですね。ちょっとこれは厳しいかな。倒せずに終わっちゃうかもしれないですけども、中心部ががっつりえぐりましたね、これで。たら、あとは、キングクイーンで、こちら側をこう、まあ、イメージは多分こうですね。キングクイーンでこっちを、処理していって、で、ドラゴンたちっていうのを、ぐるっとこんな風にね、流していこうっていう感じなのかなっていう気がします。ちょっとこれでもどうなったら、ドラゴンをあえて割ってるのかな、もう割っちゃっていいやっていう感じなのかもしれないですね。ここがもしかするとその高火力、まあ、クロスフォーが4機あって結構高火力なんで、まあ、そちらにある程度キングとドラゴン、キングクイーンとドラゴンを当てていって、で、残ったドラゴンたちは上方面あんまり火力がないから、まあ、グランドウォーデンついていかなくても、まあ、多少削れるでしょうというところで、あえて割ってるのかもしれないですね。まあ、でもそれにしてもちょっと上側の、火力が少し厳しいかなという気がするので、今のところは推測にしかならないんですけども、まあ、それにしてもしっかりと、下の方に回っているドラゴンたちが、まあ、主力として、仕事をしてくれてます。まあ、このマルチインフェルノもおそらくキングクイーンのカットを入れながら、ドラゴンたちを直線的に向かわせたかったんだと思うんですが、まあ、一瞬遅れたもののドラゴンが、しっかりこれアプローチしていってますね。アーチャークイーンも入っていってるんで、しっかりとこれは処理できるというところで、ラスト1本マルチインフェルノがありますけども、まあ、そこまで、まあ、余裕で、到達するかなというところですね。いやー、すごいな。やっぱりドラゴンがやっぱりタウンホール11では、だいぶ使い勝手のいいユニットなんだなっていうのが、もうこの辺の攻めを見てると、ひしひしとね、伝わってくるかなというとこですね。おまけに、このかかってる時間も非常に短いですしね、どの攻めもまあ、2分半ぐらいで前回まで持っていってるイメージなので、時間切れのリスクっていうのは、まあ当然ドラゴンが数残っていれば回収早いですから、まあそんな意識しなくてもいいような攻めになっていると思いますし、対空砲をやっぱりね、ライトニング2発プラスクエイク1発で折っていけるというところが大きくて、これ、2020年、昨年ですね、の12月にあったアップデートで、タウンホール12、13においては、だいぶですね、クラン城を壊すライトニングが使えなくなったところから、天才という、まあ、ライトニングを使った攻めがちょっと減ってくる傾向にはなってるんですけども、ダンホール11においては別にクラン城を壊すっていうことはあんまり重要ではなくて、このドラゴンをする場合には、まあ、むしろ、しっかりとですね、対空砲を壊すための、必要な呪文数っていうのが変わらないので、今までと、まあ、相変わらず猛威を振るってるというところですね。いやー、
すごい。タホール11やりたくなっちゃいますね、こういうの見てるとね。めちゃくちゃなんか気持ちよさそう。これでガン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 全開取りたいなっていうような、欲望に駆られちゃうんですけども、ラスト1本、12とかどうかってところを見ていきましょう。12でやる場合っていうのはやっぱり、今回この紬組さんの中でも、天才ドラゴンっていうのは残念ながら今回見つけられませんでした、自分。っていうのは多分、そんなにやっぱり12において天才ドラゴンって、11ほどは使われないんだろうなっていうのを改めて感じるところですね。今回の、攻めは突撃艦イエティからのドラゴンラッシュというところで、この9時方面の区画、この削りすごいですね。インフェルノとイーグル砲、あと、防衛軍、この辺っていうのを削りながら、あと援軍も釣り出して、このスーパーカーゴールのね、ロングショットの特殊能力もだいぶ使わせての仕事なんで、結構美味しいイエティパートになりましたね。キングにタゲ取らせる状態で、後ろからアーチャークイーンがこの、スーパーガゴイルを射抜いていきたいというところですね。ちょっと噛んじゃいました。で、今回もここ自分ね、こっちからね、ヒーローは当てていって、で、こういう風に どちらかがドラゴンを入れんのかなと思ったんですけど、このクリアさんの入れはちょっと面白かったですね。まあ、ここはもう皮一枚状態なんで、そこにドラゴンを当てていって、パッドを入れてから本体をこの8時方面からと7時方面から出していく。で、そのためのカットをキングクイーンでしていくというような感じですね。ここパッドしていって、ドラゴンたちをまっすぐこう進めていくと。で、そのまま外に出ちゃうんですけども、ぐるーっと回して最後前回まで持っていくっていう感じのアタックになってます。まあ、中央部のタンホールさえこれ正味壊せてしまえば、あとはこの三次側って対空砲がちょっと効いているぐらいで、そんなに怖い、ドラゴンにとっての怖い防衛が少ないのが、まあ、おそらくその分かっているので、こんな風な攻め方を選んだのかなというところですね。クロスボウも対地になっているので、対空のドラゴンと対空ではないから、ドラゴンは全然生き生きと仕事をするしというところですね。まあ、やっぱりそのタンホール12においては天才で、対空砲を壊してから、ライトニングクエイクですね、壊してからドラゴンという攻めはあんまりやっぱり見かけなくて、これはタンホール11以下の、10、11かな、この2つのタンホール隊の特権になるのかなというところですが、まあその特権をね、使える11においてはこれガンガン使って、ぜひですね、まだまだ2021年の環境っていうのも、おそらくこの天才ドラゴン、活躍する場面多いと思いますのでね、ガシガシ使ってもらって、で、気持ちよくね、前回取ってもらえたらいいかなと思います。まあ、このドラゴンの誘導っていうのは、この、今のクリアさんのこの攻めもそうですけども、12、13になってもやっぱり、基本は変わらないと思うので、まあその誘導の練習にもまあ当然なりますしね。こういった攻めをするからといって、まあ天才ドラゴンに、まあ攻めが仮に偏ったとしても、完全に、タンホール12、13になってから、まあそれが使えなくなるかっていうと、その知識だったり技術っていうのは絶対にまだ行きますので、ぜひね、11の方はこれ試してみてもらえたらというふうに思いますし、まあもう試してくれてる方っていうのは、まあこのね、アタックっていうのがまた少し、発想を広げる上でのヒントになれば、まあ非常に幸いかなというふうに思っております。というところでですね、本日は紬組さんからですね、タンホール11、あとまあ12一本ですね、送らさせていただきました。どうですか？参考になりましたらですね、ぜひ、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。またですね、これからも、タンホール11から13幅広く扱っていきたいというふうに思いますので、ぜひご視聴いただけたら大変嬉しいなというふうに思います。で、ちょっと、この動画も多分見る前に、2021年明けましておめでとう動画、おそらくご覧になっている方いっぱいいると思うんですけども、まあ、あえて、改めて言わせてもらうと、今年もね、どうぞ、コミチャンネルよろしくお願いいたします。皆さんとね、くらくら一緒に楽しんでいけたらなというふうに思っておりますので、役立つ動画どんどん上げていきたいと思います。ぜひ、お気軽にコメントだったり、拡散、あとは、なんだ、お声掛け何でもいいです。リアクションしてくれるとめっちゃ喜びますんで、よろしくお願いします。では本日このあたりで終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。